報、サンクンさん、久しぶりの不発、ゲン、とすぎてパスが来なくなる、www。現地時間2月11日に開催された、プレミアリーグ第23節で、サンクンを擁する6位のブライトンは、12位のクリスタル・パレスと敵地で対戦。サンは久しぶりに不発で終わる。S 付きに、ヤントさんなんかあったぞ絶対。何もなく、いきなりあんなに、無視されるわけ、ない www。やはり名称、森安の、言った通り屋根研究されてきたらさん、きつくなってきたな。結構空気だったよ。3戦半33化けの皮、剥がれたな。もう化けの皮剥がれたの。w、各編集容器なんか、さん無視しまくってただろ。あんなんじゃ、無理だろ今日はさんがダメだったけど、どうやすが頑張ってたから、トントンで S 付きなんか今日、何かいいこと、あったのかゴリゴリ行っててさん、何もできなかったさん完全に消えてた。これじゃジスタメンはないだろう。サンゴミだったな。サンは神ではなかった。今日の試合でサンの市場価値がかなり下がったな。メッシやムバッペやロナウドには遠く及ばないってのがよくわかった。サイドに張り付きバックパス。エストピニャンの方が走り回ってたがな。最近の久保のプレーをボロクソに言ってた人たちが今日のサンに何て言うのか楽しみだな。サンとマは全般だったな。喫水の日本人として恥ずかしいわ。今日はエスプピニャンと合わなかったな。サンはオフザボールの動きが良くないな。両サイドのエスプピニャンがサンが使わないスペースでガンガン入っていってチャンス作ってたし、後半空気だったが悪くないと思うよ。決定機決めたかったが次に期待。まあ全ての試合でうまくいくことはないよ。惜しいシュートもあったし、頑張れ。俺は応援する。やはり日本人にプレミアは無理だった。メッキがハゲてきたな。おっと、とっくにハゲてたか。